こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。もうちょびっと始めていきましょう。現在、クラーカリバザーに、なぜ大阪とのシングルマッチですね。サンダーボルトをやることになるのかな？行ってみましょう。これが今回、疲れております。ここで緑が復帰。頑張ったクルミの代わりに入っていきます。さあ、相手の敵地に乗り込みます。大阪城スタジアム。なんとしても勝ちたい。オフです。惜しい。チャンスがいきなり訪れたと思ったんですが、しかしまたチャンス。グリフィン、キーパーグリフィン。ファルですね。さあ、正確なパス。危ない。オフサイドです。これはピーチ。ファールか。相手が反対サイド。さらにまた逆サイドへ。ただ、おたぎにインターセプトされてしまう。あと、決まってしまった。先取点を許してしまう。サイド。サイドです。あ、止まった。2点目取られるとさすがに苦しくなる。サイドは追いつかない。相手ボールをスローになってしまいます。おっと、またゴール前。ここはみゆきが、冷静に相手を切り際にさせますが、小坂は今度は取ってしまう。危ない。2点目、取られてしまう。うわ、チャーですね、ほんと。やっぱり強いチームです、リバース大阪。まもなく前半終了です。結局、なんか決定打が奪えずに前半終了です。疲れが。これはもう中断。全員変えていくしかないですね、後半。まずは1点返すこと。
あ、これは、硬いな、やっぱり。強いです。パンチが抜けてしまう。あー、出してしまった。相手ボールをするのに。スマッシュ。逆サイドへ。クラリス。さあ、これ届くか？ダメですね。深田が相手に渡ってしまいました。これは夏木は直接キャッチです。お、ファウルだ。おっと、緑に渡ったが、緑のスピードがないな、走力の。これはクライスですね。だが、ゴール前に飛び込めません。さあ、またクラリス。飛び込めないよね。追いつかないんだよな。呼吸が合いません。時間がない。一点は返したい、早いこと。逆に。時間は過ぎる一方で。そして無情のホイッスル。もう完全にリマッセ大阪、終始リマッセ大阪ペースで攻めてみました。チャンスがないわけではなかったんですが、出てきたは言えませんね。そして前半25分、当然入ったとこ無敵な。さすがのボレーです。さらに2点目も決められてしまいます。で、後半2点ビハインドを追う展開。ただむしろ相手の方を攻めで逆に3点目を取られそうな流れになってしまいます。これも抜かれてしまうんですよね。これ試合終了と見まして、シュート本数も全然違うな。4位に転落です。まだ2位のチャンスはありますがね。なので浅草サンダーボルトと戦いましょう。公式2年戦、バイクルミが戻りましたね。今度はミホが疲れているぞ。早くかな。さあ、勝率はダントツクラーカリバーズのリードですね。2位と5位の対決です。リマッセ大阪へ続き浅草サンダーボルトと戦います。
公式戦です。お、これはいいですね。いいか、決めました。先取点。悪い流れを断ち切りたい。これですよ。スピードさが違いますね。やっぱり見ますよ、大阪と浅草サンダーボルト。じゃあそれだけ見ますよ、大阪が隙のないチームってことでしょうね。まあ危なかった。ノフェスですね。さあ幸子へ、ちょっと伸びてますが、ノフェスル、お互いノフェスルで、あーやってしまった。ファールです。高さの対決だ。お、あーこれ取り切れなかった。逆サイド、奈良子へ、スタート。アイデアだ、アイデアの攻めだったんですが通りません。これは夏木がキャッチ。ワンがキャッチ。おなみ、超えます。みよ、チャンスさよ、決めました。大きな2点目。やったやった。これは観客、サポーター大喜び。みよ、さよ。いいか、サイ取ってしまいます。そしてミオ、サイドエリカへ。さあコーナーキックのチャンスを得ました。いいか、ナナコ、全問終了です。疲れてないな。さあ逆サイド、キーパーがキャッチ。これはどうするかですね。クルミは疲れてるわ。防御勢を変えていきましょう。出てしまった。これはこちらボールのスローインですね。さあチャンス、
相手ボールを処理になります。さあ相手も攻撃的布陣を敷きます。おっと急な縦パスはどうかだがシュートにつながらない。おっとオフェアに取られてしまう。ショーパンチング。今度はくるみが一気に5倍カンバー強いですね。マフリオチーム サンダーボルト。さあもう10分を切っております。サリバーは早い。まだフレッシュな状態だ。クルミやはり疲れが痛めないが、そこにイリカ。おっとキーパーが好判断ですね。相手の試合終了2対0で勝利です。悪い流れを断ち切ったイリカのゴール。追加点見ますよ。大阪にやられたことをやり返サンダーボルトにやっております。これは危なかったシーンです。これにキーパー塩パンチング。試合が終了です。シュートの枠内本数枠内が全然違いますね。スペイン3位に浮上、筑波長間とは2点差となります。首位のキャピタル東京とは7点差ですね。19試合なんで残り3試合というとこです。さあこれジャパンカップが、また始まりますね。緑岡 SC となります。ワールドカルチョークラシックまであるんで忙しいです。年末は練習試合がない状態ではありますね。ちょっとスタメンを変えましょう。今度は節子が疲れている。節子いい選手。ということで、節子が疲れてますね。
ストの数すごいな。はい、ということで、今回ここまでとなります。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。通知もやっております。チャンネルの概要欄に記載しますので、ぜひアクセスしてみてください。ライブ配信を中心に行っております。ツイッターもやっております。動画の説明欄にアドレス記載してますので、アクセスしていただいて、まだお方フォローお願いいたします。カルチョビットはお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいっくりでした。